トランプのタワーを書いて。ちょっと待って、トランプのタワー、ちょっとひそかなこと思い出してさ、書くわ。こんな感じだよね。はい、高いタワーを書いた人ほど実は体が敏感です。まあそうですね、確かにすぐ気持ちよくなっちゃうところはある。ひそかまでいる。新しい星座を発見。どんな形をしている？何座だと思う？星と星をつないでみよう。ピュン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 。君たち座です。君たち。いや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 、いやこれは違いますよ。これは君たちが、君たち。キュウリな、このくらいだよね。キュウリなんてね、なんか嫌ですね。ナスとかも書いとくか。キュウリの方がでかければ勢力が強め。ほらそんなでかくない、こんなもんでいいんですよ。マリンはね、2本もあるじゃん。後ろはナス、後ろはナス。このお茶碗に食べたい分のご飯を書いて。あのね、船長はね、ご飯は小盛りにしてから、それでも足りなかったらもう一度継ぐのが一番賢い人間だと思ってんの。山盛り継ぐのはね、アホのやることです。こんなもんでいいよ、こんなもんで。あなたの好きなおっぱい、いやでかい方が好きです。実際の場所さ、いや、おい舐めんな、こんなもんじゃないマリーは。おいふざけんな、舐めんなよ、こんなちっちゃくないです。ちっさ、クソムカつく。は？どっかちっさ、言ってろおい。なあ、どっかちっさいんだよ。おい触ってみるか。なあ